は貴重なやつですね。スズキバンバン90ですね。で、確かガチャガチャにも出てて、これは山田モーターさんって人が、確か紹介していたんじゃないかなと思うんですが、それと同じ方だったと思います。で、それが昔トミカにあったんですね。で、これがスズキバンバン90ということで、これがスズキの、バンバンですね。なんともすっとぼけた名前ですけども、こうやってスタンドがこう立てるところがあったと思うんですけど、まあ、ちょっとこうなくなってしまいましたので、まあ、もともと買った時にちょっとなくなってたんで、まあ、こういうふうに、立てかけておくことできないかなと思うんですけど、ちょっとですね、こういうバイクの場合、うまくいかないものでございまして、ちょっと待ってくださいね。まあ、目薬がありますから、まあ、目薬にこうやってね、立てかけて。で、これがスズキバンバン90という車ですね。で、もともとは1971年に発売したバンバン90から始まったレジャーバイクシリーズの車種だった。で、その後は1972年に125と50、1973年には75が発売されている。で、前後長はね、巨大設備、幅広タイヤを設備しているのが最大の特徴で、搭載する2ストロークエンジンのパワーも高い出力を誇った。で、その後2002年シリーズの復刻版として、バンバン2尺というのが使われたんですね。で、バンバンのこれは90でして、バンバン90は1971年8月1日に発売された。太いタイヤが特徴的で、フレーム内に空気入れが設備されており、どこでも空気圧を調整できることで、できることができるのは遊び心のあるメジャーバイクということなんですね。で、これがスズキのバンバン90ということで、これがバンバンというね、なんともすっとぼけた名前ですけども、バンバンというやつです。で、バンバンはこういうふうになっていまして、非常にこのやつで、こういうふうに、なっていまして、なかなかの、ところがあって、非常にいいなというふうに思いますね。で、これは、もともとオーナーがね、こういうふうになんかシールかなんかでこう補強してあるんで、多分これ取れちゃうんじゃないかなと思うんですよ。これが多分もう長い年月経つと、これが取りやすくなっちゃってるんじゃないかな。そのために、おそらくこう取れないようにこう固定をしたんじゃないかなと思うんですけども、まあそういうものでして、で、ここにこういうふうになってます。本当はここにサドルのものが多分あったと思うんですが、それが取れちゃってますね。まあなかなかこういうふうな感じで、で、これ非常にちっちゃかいバイクなんですよね、実際見ると。だからまあなんていうんですかね、ホンダの昔あった元コンポ、まああれよりはちょっと大きいぐらいなんですけども、まあ、子供、小学生の子供が乗り回せるぐらいの、まあ、大きさではないかなと思います。でも、まあ、なかなかこう、非常にね、特徴的で、こういう珍しいものをね、トミカとしては、まず車じゃねえだろうというツッコミがあるんですが、まあ、こういうものを出していたという形で、で、箱なんかもね、こういうふうな感じになっていて、非常にこれは珍しいものです。これはなかなか希少車でございますね。というわけでどうもありがとうございました。